アメちゃん。はい、トルテペリピのアズです。アメです。本日36日目の朝でございます。タンデム自転車で日本一するカップル、今回は土浦市からディズニーランドへ向かいたいと思います。ここから直線距離では約65キロ、通常1日で行ける距離ですが、私たちはなんと房総半島を一周してディズニーへ向かいます。その距離なんと 415km、 7日間かけて向かいたいと思います。今までは土浦市、香取市、銚子市、いすみ市、鴨川市まで来ました。今日はその5日目、鴨川市から鋸南町に向かいたいと思います。それでは本編どうぞ。朝一からきついです。ああ無理や。すずくんこれ自転車こげないんだって。こんなポンコツな坂も。おめえちゃん、おめえちゃんこっち走る。おめえちゃんそうやって煽んないの。こっち歩いてた。おめえちゃん煽んないの。おめえちゃんそんなもできないんだ。嫌でしょ。嫌でしょ、早く。現在ですね、時刻8時45分でございます。残り20キロです。過去立山まで。やばいです。ここに来て体力がなくなってるのかわかんないですけど、漕いでも漕いでも進まない感じがする。一漕ぎに力が入らなくなってきました。ディズニー旅史上一番辛いかもしれないです今日。ああ、おめちゃん大丈夫？お腹痛い？お腹痛い。歩いてるよ。漕いでないけどね。漕いでも漕いでも進まない感じがする。一漕ぎに力が入らなくなってきました。ようこそ立山市へ。私中に九州行けたらいいし。本当に、はい、すごい。じゃあ荷物を下ろしてそこにつけてあれするか。気をつけてね。はい、わかりました。ちょっと時間いただきます。全然大丈夫です。はい。本当にすごい疲れてる。泣きそうだよ。時間練習が終わんない。時間応援してるからね。おめちゃんニコニコここで寝てるね。時間応援してるよ。おめちゃんはずっと時間頑張って。おじくんならできるよ。めちゃ見守ってるからね。おじくん死亡です。マックから戻ってきました。ということで時刻が14時でございます。そしておめちゃんの体調も良くありません。お腹が痛いと嘆いています。僕も足が限界ですね。ホテル取りますか。 20〜30キロ圏内で探せばいいんじゃないかな。そうしましょう。はい、じゃあお願いします。今とりあえず海岸に向かってちょっとゆっくりね、海の音を聞きながら今日の宿探しながらって過ごしたいと思います。はい、よろしくお願いします。現在時刻3時です。オズくんがね、いいホテルを見つけられなかったということで。オズくんのせいにしないでよ。あそこまで行こう。じゃあ今日の目標は秘密。ゆっくりのんびり行こうかなって思います。で、無理だったらもうここで諦めるってところがあれば諦めちゃいます。今日はね、現在時刻17時です。今日の寝床決まりました。はい、ここから20キロメートル先です。はい、まあ昨日みたいに転ばないように、はい、ゆっくりのんびり行きましょう。なんかずっと海岸沿いを見てたからかわかんないけど、なんか東南アジアに来たみたいな。鳥の声がすごいでジメジメして雨降ってるみたいな。何これ。怖い。ね、ごめんなさい。これと一緒に行こう。これと一緒に行こう。せーの。ね、怖い。ね、本当に怖い。ね、本当に。
ね、怖い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 、ね、転ばないで、ね、怖い怖い、何これ怖い怖い、ね、待って待って待って、ね、本当に怖い、ね、怖い怖い怖い、ね、転びたくない、何も見えないね、ね、怖い怖い怖い、怖かったね、ねえ怖いよ、怖い怖い怖かった、おめちゃんよくできたね、よくできたね、いた、なんでおめちゃんの心の準備ができてないの、先行っちゃう電気がさ車だったらつけてくれるじゃん、あれ大津くんの電気だからって行けなかったよ、ちょうど車来たから行けたもん、おめちゃん本当に怖かったでしょ、でもちょっと本当に怖かったよね、大丈夫、でもおめちゃん YouTube 倒しだから、これもちゃんと YouTube ちゃんとカメラ回した、ね、怖い怖い怖い、またトンネルで、もうトンネルが一番嫌い、でも全然いいじゃんこれ、ほら全然いいでしょ、あーよかった、さっきのはなんかもう千と千尋の世界行っちゃいそうだったもんだって、ねー、うん、よかった、人いて、あれさっきも会いましたよね、頑張ってね、はい、ありがとうございます、初めて、はい、人生で初めて、人生で初めて、え、あれあれ、オズくんって捕まったかと思いました、知り合いってなるよね、うん、なんだろうこれ、こんにちは、こんにちは、何ですかその車、キッチンカー、キッチンカー、日本試してます。渡ろう、危ないから。どこから試してるの？群馬県からです。いろんな人が、はい、まあ、コワーキングしに来たり、はい、あの、まあ、遊びに来て泊まったり、そういうことをしてる。そういうのがあるんだ。喧嘩しようよ。いいんですか？いいんですか？本当ですか？なんと、なんということでしょう。始まりました、旅がまた。面白い、ありがとうございます、はい、いやーなんかいいな、いつかやりたいのこれ。19歳ぐらいから世界を回ってまして、いいなー、世界、マジ、まあ、60カ国ぐらい行ってるんですけど、まあ、その中でいろんな人と飲んで、スウェーデンの乾杯の温度がすごく良かったので、スウェーデン習った乾杯を未だに続けてると。で、あのスウェーデン語でビールのことをビラって言います。ビラ、ビラ、ファックス PX って書いて、ラテン語で平和って言うんですよ。へぇー、もともとスウェーデンではビラビラビラ、バッシュバッシュバッシュっていう、で、バッシュもスウェーデンの別の言語でビールって意味で、へぇー、あいつらただビールって叫ぶんだけど僕たちはもうちょっと高尚なので、はい、パクと、はい、パケロンで、いやー、いいいいいい、おめでとうの、はい、日本一周、はい、ね、大成功を祝いまして、はい、はい、頑張りたいと思います。はい、ビラビラビラ、バクバクバク、ビラビラビラ、バクバクバク、ビラバクビラバク、ビラビラビラ、バクバクバク、食べよう、最高。いただきます。あうめー、最高。エッグさんのチョイスタイルの時のお湯なんですかそれは。ちょっと待って、もちろんもうミットと見た。エッグ、な、もう一回いいですか。エッグ、なんでしたっけ。エッグスタンドチョイスタイム。エッグスタンドチョイスタイムです。はい、お願いします。どれに卵を立てるか、はい、卵を立てたいものをやる。あ、そういうことか。めっちゃいいね。それでも、うわぁ、私も最初にこれが気になった。悪い感じ。あ、いいね。俺ちょっとこのでかいやつ、ね、これどう乗るのかをちょっと気になる。ね、私も気になった。これ斜めのどう乗るのかを見たいかなと思います。行こうか。はい、エッグが来た。エッグが来た。ありがとうございます。いいですか、乗せていただいて。あ、来ました。かわいい。あ、かわいい、これ見て、なんか
いいね。エッグスタンドっていうのはヨーロッパの人がゆで卵を朝ごはんに食べる習慣があって、エッグスタンドの上にゆで卵を乗せて食べるんだけど、あ、本当にあるものなんだ。なんか始まりました。いや、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何ができるか。これで上外すわけよ。スプーンが入る大きさの穴は。そう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 。どういう意味だ。配信にかかってる。もういいんじゃない、もういいんじゃない、もういいんじゃない、もういいんじゃない。何このデザート感覚で食べれるの。スイーツ。スイーツじゃん。いいね。朝からですね、山に登ります。先頭切ってきます。おぶちゃん大丈夫。やばい、ズーム濡れ。あ、うるさいな、左なんか行かないよ。何この変な道。うわ、マジでちょっとメリメンタルやばいわ。